高百科は民末から新書の天文学者、憲法家。元の名は百学。自は周一。郷は不出。大師、高武農家。小校付与、妖剣の出身。父は儒学者の高葬儀。幼少の頃から彼は内科憲法を実践しており、大進む南から習得し、内科憲に精通。大極拳を作った、長三法を思祖とする。 内科憲法の技術的な詳細を表した内科憲法は、高百科の代表的な著作である。順次5年、高百科は大一、高高岳末に支持して古典研究に収める。後期6年、25歳の紀百科は、父の高葬儀の弟子ともに支持した。後期14年に、大進南先生殿を作成し、大進南の拳劇の技術を説明。後期26年、 北京に行き、民史の編集に参加。後期27年は本を書いて、家に持ち帰った。後期29年、彼は北京での民史、み史の執筆を完了し、翌後期30年4月にまとめた。後期34年旧暦7月3日、父の高葬儀は亡くなる。草原学案という層、元時代の学術史を記した本を、紀百科が手を加えている。 というのも、父の高葬儀が現地で未完に終わり、高百科が引き継ぐも未完に終わる。結果、前祖望が完成させた。後期48年旧暦3月20日、高百科は亡くなる。陳前高等、高葬儀全集、高州石膏古籍出版社、1994.210。ありがとうございます。